フィンランドの離南町遊園地のスペースショットカナダのエドモントンにあるギャラクシーランドのスペースショット。これは屋内で最高のスペースショットで120フィートである。ラスベガスのストラトスフィアの最上部に位置するビッグショットスペースショットとは遊園地にあるタワー型垂直打ち上げ式アトラクション。フリーホールとは異なり高速で上昇するときの強い陣を味わう。 圧縮空気を使用して高速で座席を塔の上部まで持ち上げ、その後加工する。これとは逆に上部から強制落下させるものはターボドロップという。世界で最も高いスペースショットはマドリッドのパルケワーナーマドリードにある115メートルのラベンガンサデルエニグマである。1996年3月浅草花屋敷に日本で初めてオープン。 内部の気候の模式図等の中央部に空気圧で作動するシリンダーがあり、そこに圧縮空気を高速で送り込むことで柵で連結された座席が高速で上昇する。登場位置で座席は等の基部にあり、ピストンはシリンダーの上部に位置する。登場後、シリンダー内に上部から適正な圧力の空気が供給されてピストンが加工することにより、 巻き上げられた座席は地上を離れ、塔の上部まで上昇する。次に上昇時とは逆の方向に圧縮空気を供給することで、座席は高速で降下する。シリンダ内の空気が放出されると座席は下がり、ピストンはシリンダの上部に戻り座席は登場位置に戻る。シリンダ内の空気が圧縮、膨張することで座席の弾力は数倍になる。それぞれの弾力は、 空気がシリンダの上部から放出されると小さくなり、座席は搭乗位置に戻る。以下に搭乗の一連の流れを示す。ありがとうございます。